こんにちは。今日のニュースです。青瓦台ジーソミア延長決定を発表。情報制限条件付き延長の可能性も。環境課外交部長官河野外相と35分間会談。青瓦台は22日にチョン・ギヨン国家安全保障室長の主催で国家安全保障会議常任委員会を開き、ジーソミアの延長を決定することが分かった。政府関係者が21日 NSC でジーソミアを自動延長する方向で結論を下す可能性が高いと語った。別の関係者もジーソミアを維持する必要性があると述べた。ただし青瓦台は今回ジーソミアの延長は決定するが、両国間での情報交流は当分の間制限する条件付き延長で、日本に圧力を加えるとのこと。1年単位で延長されるジーソミアは90日前までにどちらか一方が破棄の意思を書面で通知すれば自動終了となる。今月24日が延長可否の決定期限だ。青瓦台は日本のハワイ渡国除外受け対抗措置としてジーソミア破棄の可能性に言及してきた。しかし米国がこれに難色を示し、北朝鮮のミサイル挑発が続くと戦略的曖昧さに方向転換した。ムンジェイン大統領が15日の光復節記念式典祝辞で日本との対話を強調していこう、韓日との対立拡大を自制している。みんなの声。結局中途半端。ジーソミア破棄してくれていいよ。もはや戦略的曖昧さ攻撃しか打つ手がない様子。ジーソミア破棄が日本に対しての攻撃になると思ってる？やってほしかった。日本は7つの衛星の情報提供をやめよう。圭国さん、これからは衛星の情報は民間企業から買ってくださいね。今回圭国は米国の意見に従った形になりましたが、そうなるとジーソミア継続に反対を示していた北朝鮮がどういう報復に出るのか気になるところです。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。またね。